初詣など年末年始に多くの人出が想定される行事について、来月上旬までに対策の方向性を示す考えを明らかにしました。また、映画館でポップコーンなどを食べながら鑑賞する場合の定員の50%までという人数制限を緩和できるかも検討することにしています。